皆さんこんこにちはです本日は「機密のエヴァ」こちら見ていきたいと思います。 前回ね、もういきなり冒頭から、もう皆さんを圧倒するような神作画で始まって、そして物語の方もね、気になる点がいくつも散りばめられているって形になっていたんですが、え今回ね、その続きということで、特にね、あの最後に出てきたあの耳飾りの男、無限上に出てきた黒死望にも似てるし、炭治郎の記憶っていうのかな、その祖先の方で出てきたさ、あの人にもそっくりなわけじゃんしかも、耳飾りが同じってことで、前回までね、後ろ姿とか 出てきてきかかんんななったキャラクターなんですがまずはね、だからここに注目して見ていこうと思っているんですが、かなり驚かされるような展開来るんじゃないかなと期待しております。えそして一方ね、えー、上限の鬼の方の動向なんですけども、えー、玉子っていうのがね、えー、その親子た様のいる場所みたいな情報を得ているということで、え、ハンテングというのを連れてね、えー、無ン様の命令でこちらに向かっているよって流れ なっていますでなってくるとやっぱ心配なのは親方様なわけであそこら辺の守りっていうのも多分盤石だとは僕は思うんだけどただ来るのが上限の鬼2匹だからねここもまたどうなるかなんですよできたら玉子の情報とかが間違っていてその情報の先がこの刀鍛冶の里そういう感じになってくれればいいなって思うんだけどでその結果炭治郎とか甘露寺さんとかあと時等とかねここら辺がまあ刃を交えるみたいな なんとか親方様の命は守るみたいなそういう展開になってもらって無残とか上限とかそこら辺がね全員やられるのを親方、まあ、様には見て人生を全うしてほしいなと思うんだけど果たしてどうなるでしょうさあというわけで注目の第2話早速いってみたいと思います皆さんも録画したものもしくはビデオのものを使って一緒にお楽しみください簡単なご案内されまして本編スタートですよろしく頼むぞ。 さあ、来ました。いきなりだ。いきなり。え、え、人じゃない。使い方なんなのあれ。え、けど耳飾りは一緒なんだよ。うん。あ、ええー、殴っちゃうの容赦な。うん、炭治郎。ああ。 ちっちゃい子がこんなんなったらね、もう黙ってらんないんだろうな。うん。あれ会ったことないかここは。うん。えいや、さすが柱。うーん。うん。うーん。え <laughs> ちょっと。えすごく弱い。炭治郎が。 うん。ああ、ねずこ。いやー変なちょっかい出さないでよんー。やめて、やめて、やめて。あ、めっちゃ怒ってる。ええー、ちょっと待って、待って。もう開始この1分そこらでちょっと情報量がすごいんだけど。またもう。なんなのあれ。人じゃなかったじゃん。 どういうこと動かないし <laughs>。え、何あれが強くなるためのなんかあれなのかな鍵になるものなのかなこの里の。え、だとしたらなんであんなビジュアルなんだろうそっくりすぎんしかも、何回も言って申し訳ないけど、あの耳飾り。なんなのよ。 ええー。いや、そして、時藤さんって、あんな感じなんだ。ちょっとクレバーというか。いや、子供にも手あげちゃうし。いや、そりゃ炭治郎は許せないよね。あんなん見たら。いや、兄弟いっぱいいるしさ、したの。あんなんしてこなかったでしょ、彼は絶対。手あげるとか。 だからこそあんな怒ってると思うんだよね。ここら辺にさ、血管浮き出て。いや、ちょっと最初のあれじゃん。出会い最悪じゃないこれ。こっから中ささ、来ましたよ。第2話。やっぱなんかあれ、人形とかなんじゃないからくり人形というか、今の歯車とかさ。いや、炭治郎。うん。 うん、泣いてるじゃん。うん、鍵。何なのそれ。あ、壊れる。やっぱ、うすげえ、腕がいっぱいあって。うん。え <laughs> ちょっと待って、なんかすごいこと言ってる <laughs>。うん、作る。 あー外でうんいやこの人すげえあれだね言ってくる人なんだねこういうことを全然違ったわイメージと俺のうんあっ おほほほほ、炭治郎、ぺしって <laughs>。うん。うん。このちょっとねちねちした感じというか、言い方が嫌なんだろうね。もっと優しく言ってほしいんだろうね。いろいろ。うん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 。いや、そうだよね。 あ、あれ？いたのここに。あれだよね。鋼塚さんじゃない今の。うん、うん、うん。くだらない <laughs> あ。あ、あすぐ手挙げるなこの人。 うん。え、気絶しちゃったの炭治郎。うん。あ、よかった、大丈夫かなうん。あ <laughs>、いや、で、行っちゃうのかよ、起きる前に。<laughs> いてくれりゃいいのに。<laughs> うん。うん、いたね。うん。いた、いた。<laughs> いたけど、起きたから帰っちゃったよ。<laughs> いや、ごまかすの、下手。 <laughs> いや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  <laughs> 信じちゃうのねああ渡したんだ、うん、けどそもそもその鍵が何なのかよく分かってないけどうんうんしかもさっきの言葉さ響いたんだろうね こん中に入ってたのかなさっきの。やっぱりそういうのだ。うん。け、なんであのビジュアルなんだろう。うん。だから、あれと戦いたいってことはよっぽどすごいんじゃないそれ。強くなるための。うん。あれの名前だ。 百八つの動きうん。うん。なんか壊れるようなこと言ってたよね。ああ、やってるんだ。うん。え、けど柱が戦いたいほどって、すごいんじゃないうん。 あ先祖が。おうん。より一ゼロ式。ああ、それね、6本。ああ。それがあれだ。住吉さんとか。だから、これもあれなんだ。模してるだけなのね。いやいやいや、見てたじゃん、夢で。 ああ。なんか残ってないの情報。うん、戦国。あの、てっちんさんとか知らないかなえ、確かに。確かに。ええー、マジ誰が作ったのそんなすごいの。うん。 うん。いやーこの子も結構重いもの背負ってんだな。うん。うん。弱いって言われたからね、炭治郎。おおお、火の呼吸。火の呼吸え 霞柱うん。ああじゃあマジで天才なのか。いや、そこねそれ。えへへへへ。やめて。<laughs> いやいや、絶対痛い、これ。うははは、血出てんじゃん。あ思い出した。ああそれそれそれ。 てか可愛、かわい可かわいいわ、この子 <laughs>。またこんな顔になっちゃったよ <laughs>。もうあんまいじめないで <laughs>。いやいやいやもう責めないで、自分を <laughs>。うん。だかここがなんか影響してんじゃないかな。うん。いや、だとしたらすごい。 <laughs> うん、間違いないと思う。うん、優しいこの子。うん。小つくん。ははは、メスガラスあ壊れちゃうんじゃないやば。 じゃあこれ炭治郎はここで訓練できないのかえ行っちゃうのどっかわあ、かっこいい。さ、来ました。えあのあれは何ビキビキってなってんのあれ、小鉄じゃないのうん。けど鼻の調子、あれ、うん、言ってたよね。いけるうん。 また、異様とかが邪魔すんじゃないのいた <laughs> いたよ可 <laughs> 愛い,いな、木に向かってあんななっちゃって。うん、いじけてんのかなやっぱ壊れて。うん、未来。うん。 いや炭治郎お兄ちゃんでいたらな。欲しいわ、こういうお兄ちゃん。うん、おっ <laughs> えてか、すごい。<laughs> すごいな、一瞬で。<laughs> え誰誰、<laughs> 誰今の <laughs> う。うん。 うん鬼殺隊のみんなもそうだよねずっと引き継いで柱とかうーんうーん,うーんそうだねいやそこ そこにね、つなげないと。<laughs> いやー、めっちゃ響いてるやんうーん。うん。うん。あー、じゃあもっと壊されちゃうのか、あれ。あの後、時等に。10歳か。 あもうえもうボロボロにしちゃったってことじゃないうん。いやけどこの男がいい修行って言うんだからそれもすごいだろうね。えあえー、そういえばオープニングで折れてたような刀、この人の。処分。 うんいや。余計厄介じゃないそういうの。<laughs> なんだよ、メスガラス<笑><笑>お。おはうー、ん、あっち。人形よ。わー。 わ手もがれてるもんなうんうーんあーそこにゼンマイでうーんん なになになにああ、動いた。おー。うーん。なんだ反応が。え <laughs> それでこんななんだ。さっきのアイキャッチ。<laughs> もうってる。<laughs> そんなキャラだったのかいあなた。 で、今からこれとやるの。始まったんだ。いや、これは大変なことになりそう。えそんなのも持てんのあんなぶっとい丸太みたいな。うん、腕5本。うん、昨日は落ちてても、それでも今の炭治郎じゃあれなんだ。うん。 <laughs> こいつ、意外とあれじゃん。メスガラスとかさ、口悪かったんだね <laughs>。いや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 、ちょっと、ねえ、10歳なんだよね、君 <laughs> いや、それもやばいって <laughs>。<laughs> いや、炭治郎には無理だよ <laughs>。いくら頼まれても <laughs>。ああ、来た、また。 うんうんうんいやーそうだねいや強くならないと無残とかやっつけらんないでしょういやーだから体もあれだよねやっぱ2回や <laughs> かすって <laughs> いやー、ずっととこに伏せてたんだよ。うん。くせ。うん。いや、すごい、一丁前のこと言うじゃん。<laughs> <laughs> なんだなんだちょっと。え <laughs> この子が師匠になるの 炭治郎の、スパルタじゃん。うわ、頭で、<laughs> 頭であんな。うん。いや、そりゃそうでしょう。炭治郎が石頭だからこそ今の。刀。ああ。いや、飯は食べさせてよ。 おー、小鉄さんだね。うん。うん。<laughs> やば。は <laughs> げっそり。うん。むしろ身が入らないよな。うん。<laughs> 困ったね。 ああ、その雨水で。おおケロ。やってんじゃん。真剣で。うん。ああえちょっとこんな時にいや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 うん。え <laughs> サンズの皮でサンズの皮でさらに うんほうほうん何え何なんなのそれああ戻ってきた。うん。 何,何うんんか海岸したのか新たなうんおおぎっきり受けたねからのおお入れたじゃん人たちうん <laughs> もう <laughs> いや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 きついよー <laughs> ああで本当にそのまんまあれか <laughs> よかったね生きながらえたわあでそっからなんか変わったんじゃないうんうん体力戻ってうん うん、うん。うん。うん。いやーこれ便利じゃないいや、すげえ動き。炭治郎。ああ、そこかえ。えいいの こてつ。ああ、動いちゃったよ。やばくないうん。危ない。いやー、命がけのほんと訓練じゃん。おーいった。いや、お尻打ったけど。で、入れると止まるのかな、動き。 うーん。ね折れちゃったね。ああ。ああ、壊れちゃったね。お <laughs> 中から、刀出てきたけど。あれはいや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 、これこそあれなんじゃないなんか、炭治郎が使うことになる刀なんじゃないの もしかして。あの人のあの人の刀なんじゃないの <laughs> いやー。それをあれかなまあ、時代もね、時間も経ってるし。いやー、鋼塚さんが打ち直して、使うことになるとかって感じっすか やば。いや、運命だったんじゃん、これ。ここで出会う。この人形と。いや、かわいい。いやー、けど、時藤さんの印象、だいぶ違ったなおやこんな表情するんじゃん。 いやー、だからやっぱなんかあったんだねー。あ、かんろさんとこもやっぱ、んやっぱ全員なんかあるよな、そりゃ。いやー、そこを見てからだね。この、時きさんの評価は。ええいや、これかん寺さんもんじゃないおん。 なんか昔の自分と決別してるようなとこが。あはあ <laughs> ねなんでこんなにさ、空いてんのねずこちゃんは。カンボジさんのこと。ちょっとちょっとちょっと <laughs>。 それ何なのよめっちゃ気になるんだけど次回はいということでねこてつくんと出会いあの辛くり人形と戦ったことによってね今度その中から新たに300年前の刀っていうのが出てきましたけどこれを中心に次回お話がね進んでいきそうということでってなるとやっぱこの刀かっていうね ま、さっきも言ったんだけど、そういう展開になりそうな気がします。あとは、里の人がね、あの人形の歴史とかさ、色々となんか知ってることとかがあって、そこら辺の情報とかがね、またなんか出てきたらいいんだけどね、てっちんさんとかの口から。そして、炭治郎くんがなんかまた成長したような様子もあったし、ある意味あの小鉄くんのスパルタの修行を無駄じゃなかったなって感じだったね。ただ小鉄くんは、ま、10歳のうちからあんな汚い言葉ばっか使っちゃうから、そこら辺は直した方がいいんじゃないかなと、僕は思います。 いましたはいというわけでね今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕の役者に対するコメントをお待ちしておりますまた動画の高評価チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします以上動画つがお2つお案内しましたバイバイ